いやもうわかんない。やめた。もうやめた。1分で教えて。ジジイに聞け。これはですね、放射線がどれぐらい当たったらどれぐらいリスクが出るか、まあ被害が出るかということを、まあ、指標にしてるんですけど、実は100ミリ以下のところはあんまり分かってないです。科学的にも証明されておりません。ですから、まあ、100ミリが一つの指標になって、それ以下、それ以上は確かに影響があるというふうなことで言ってるんですけども、日本の場合の1ミリいうのは自然放射線より少ないわけですね。でこういうのが、まあ、平気で使われているというか、まあ、日本人もあんまり勉強してなかった、いや市民が勉強してないより、まあ、やっぱり政府のそういう関係の人たちがちゃんと勉強してなかったということと、科学者もこれも責任だと思いますけども、科学者がそういうことをきっちり言ってなかったというのが問題ではないかと思います。わかったか。